ベステル・イエートランド皇爵カール王子は、スウェーデンの王族。ノルウェー国王ハーラル5世と、ベルギー国王ボードアン1世並びに、アルベール2世の祖父にあたる。オスカル2世とその日で、ナッサウ皇王、ビルヘルムの娘であるぞ、フィアの三男として生まれる。ベステル・イエートランド皇は、1905年に起きた、ノルウェーによるスウェーデンからの独立を勝ち取るための、闘争の間。 ノルウェー国王の候補者として名前を挙げられていた。しかし、父オスカル2世はノルウェーによる一連の反乱を、自身をノルウェー国王として認めないことに起因するものだとして、これを拒否した。結局、ベステル・イエートランド公がノルウェー国王となることはなく、デンマークのグリュックスブルク家から、ベステル・イエートランド公の日の兄にあたるカール王子が、 ホーコン7世として国王に迎えられたが、後に、ベステルイエートランド公の次女マッタがホーコン7世の、コーラブ5世にと次ぎ、ハーラル5世を設けた。1897年8月27日に、デンマークのコペンハーゲンで、デンマーク国王フレゼリク8世と、王妃ルイーセの次女である、インゲボー王女と結婚した。妻との間に一男三女を設けた。ありがとうございます。